どうもナメです。ちょっとテンション上がっております。なぜかというとね、さっき一昨日かなぐらいに、任天堂ダイレクトでモンスターハンターの特集やってたんですよ。そこでついに発表されたね。ついに来たよ、モンスターハンターの新作が。新作っていうか、新作か、その名もですね、前回出たのがモンスターハンタークロスじゃないですか。でね、今度出るのがモンスターハンターダブルクロスっていう、クロスが2つくっついてダブルクロスっていうね、ついに発表されましたね。ちょっとそれ聞いてテンション高まりました。やっと来たと思って、モンスターハンターシリーズの、10月にモンスターハンターストーリーズ出したのに新作の発表したかっていう、やばい、ちょっとやばいです。で、発売日なんですけど、来年2017年の3月18日かなに発売予定だって、ちょっとそれめちゃくちゃ楽しみなんですよ。やばい今。そう、モンハンはちょっとね、全部やってるんでね、やっと新作来たかって思うと超嬉しかったっす。情報だ、それだけじゃなくて PV もね、PV もあるんすよ。それ見たら、まあクロスで言ったら4大メインモンスターいるじゃないですか、ディノバルドとか、あれプラスもう2体追加されそうなんです。これはちょっと PV 見て確かめてください。とにかくちょっと超楽しみなんですよね。G じゃないから G 級があるか分かんないけど、でもありそうだな。G 級強いからな。PV ぜひ見てください。本当にすごいやばいんで、モンハン好きのファンからしたらテンション上がります。僕はテンション上がりました。動画の概要欄に PV のリンク貼っておきますので、ちょっとぜひ見てみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。発売までちょっと楽しみに待ちたいと思います。じゃあ、もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。